is over. しばらく寝てろ。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？そうですか、またのご利用をお待ちしています。初乗り、かしこまりました。それでは出発いたします。なんだ、この先は立ち入り禁止だ、消えろ。何を突っ立つ。そんなに怒鳴ることはねえだろ。奥に何かあるのか。何にもない。いいから
消えろと言ってる。どういうつもりだ。何をたまってる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか。なんとなくわかるぜ。おい、日本人かあんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情。把他给我杀了！縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、
秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東条会の六代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか。いや、そうは言わねえけど、でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか。ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は桐生だ。はあ、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生一馬。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。
食ったな。なんという味だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
め気に食わなかったぞ。やるな。しばらく寝てろ。ことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。いや、それはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか。本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？おいおい、泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットはわかりますよね。チャット。
チャットなら知ってるぜ。猫のことだろう。いや、それはキャットですね。チャットはパソコンを使ってコミュニケーションや会話を楽しむものです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの、ちょっとは興味が湧いてきましたか。ああまあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで。それじゃあまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか。なんだ。そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけか。それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。
らっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。死ねや！どうしたら？
間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もうちょっと文字を大きくできないかしいらっ。ありがとうございました。ありがとうございました。